読みチャンネルニュース。中村欧州が森田俊久を殺害した20代男として実名が公開される。ナタや木刀を持って規制を発する目撃情報が犯人住所近隣であり、精神疾患の可能性も浮上。和歌山県紀の川市の正午男児殺人事件で中村欧州容疑者が犯人として逮捕された。どうやら日頃からナタや斧を振り回したり規制を発する姿が目撃されており、近隣の住人は以前よりおかしいと感じていたようだ。またこの行動から精神疾患等がある可能性も浮上しており、責任能力の有無が争点となる。凄惨な事件なだけに捕まり次の被害が出なかったのは良いが、正午男児は戻ってこない。極刑を求む声が流れている。犯人の住宅はピンク色で、現場から数十メートルの場所だという。かなり近い。